こんにちは、TK です。今回はなぜあなたは文章が書けないのかというテーマの動画をお送りします。今回の動画はですね、文章を書いて自分の考えを表現したいのに全く言葉が出てこないという悩みを抱えた方に向けて作成されております。では動画の詳細に入る前に、まずは簡単に僕の自己紹介をさせてください。小論文を使って大学に合格、小論文の書き方を教えるブログを作成、小論文の添削を通じて大学合格者を輩出、昇格試験論文のサポートを多数こなした経験あり、某省庁のエントリーシートのサポートをこなした経験あり、小論文の本質を教える書籍の出版、論文関連の YouTube 動画の発信、まあこのようにですね、いろんな形で文章作成に携わってきました。はい、人は生きていれば以下のような場面で文章を書くことが求められますよね。受験、就活、仕事、数十文字程度の短い文章であればパパッと書ける人も多いかと思います。ただ受験、就活、仕事などでは数百文字程度の文章が求められますよね。そしてこういった数百文字程度の文章を求められた際に思考が停止してしまい、立ち尽くしてしまうということが往々にしてあると思います。ではなんで人は数百文字の文章を書くことができないのでしょうか。その疑問を深掘りしつつ、解決策についても提示していきますので、ぜひ最後までご覧ください。なお、今回の動画では難しい表現は使いませんし、分かりやすい例も交えていきますので、お気軽にご視聴ください。はい、なぜあなたは文章が書けないのか。結論から言うと、以下3つの原因が考えられます。構成を考えていないから。引き出しが足りていないから。伝えたい思いを明確にしていないから。はい、もちろんですね、これらの原因以外にも文章が書けない原因というのはいくらでもあると思います。ただ様々な人の文章作成をサポートしてきた僕の経験上、この3つの原因が特に多いと感じています。では1つ目の原因から確認していきましょう。構成を考えていないから。はい、1つ目の原因が構成を考えていないからです。今回の動画では3つの原因について解説するんですけど、この構成を考えていないからという原因が最も重要であると思ってください。はい、ここで言う構成とは文章をいくつかのブロックに分けることを意味しています。ただこう言われてもちょっとイメージが湧きにくいと思いますので、例を交えながら説明していきます。僕は過去の動画にて800字の小論文は次のような構成で書くといいと教えています。1、テーマの解説、目安150字前後。2、主張、目安250字前後。3、主張に対する批判、問題点、目安250字前後。4、まとめ、目安150字前後。800字の小論文を800字のまま捉えるのではなくて、150字や250字に分けて考えるイメージですね。ではなぜこのように構成を考えていくべきなのかという理由を説明します。それはこうしないと長文は書けないからです。もちろん世の中には構成なんか考えずにスタートからゴールまでスラスラ書ける頭の良い人もいるでしょう。ただ僕はそういう人間ではありませんし、多くの方もそうではないと思います。あなたも書いている途中で何を伝えたいのかわからなくなってきた、書いている文章にまとまりがなくなってきたという経験をしたことがあるでしょう。ただ LINE のように数十文字程度の文章であればそこまで破綻することなくメッセージを伝えられますよね。さらに言えば数文字程度の極めて短い文章であればほぼほぼ正確に伝えたいことを伝えられますよね。はい、以上をまとめると、長い文章を書こうと思ったら少ない文字数の文章を積み上げるというやり方が効果的となります。少ない文字数であれば破綻を起こしにくいですからね。またこの手法のポイントは細かい文章に役割を持たせることです。ではまた例を交えて説明します。はい、先ほど提示した構成では今お示ししているように文字数に加えて役割も書いてありましたよね。単に細かく分ければ良いというわけではなくて、このように役割を持たせる意識が重要です。細かく分けただけでは
結局何を書けばいいのかがわからなくなってしまいますからね。ざっくりでもいいので文字数を細かく分けてそれぞれの文章の役割を考えてみてください。しつこいようですが、これは長文を書く際の必須事項です。この作業抜きにしてまとまりのある長文を書くことはなかなかできません。なお、構成を考えることというテーマに特化した動画がありますので、こちらもぜひ参考にしてください。その動画の URL は概要欄に貼っておきます。引き出しが足りていないから。はい、2つ目の原因が引き出しが足りていないからです。ここで言う引き出しとは、以下2つの事柄を意味していると思ってください。1、知識。2、言い回し。では1の知識の引き出しから考えていきます。例えば、地球温暖化の解決策について800字でまとめてくださいというお題が出たとします。この時、地球温暖化の原因を知らなかったり、地球温暖化による悪影響を知らなかったりした場合、何を書けばいいのかわからないですよね。このように知識が足りていないことで文章を書けないというパターンはめちゃくちゃ多いです。したがって、出題されるテーマ、あるいは出題されると想定されるテーマの勉強は必ず行ってください。また、勉強をする際に意識するべきポイントは次の3つです。原因、影響、解決策。なぜこれら3つのポイントが重要となるかというと、大抵のテーマで求められる傾向があるからです。社会問題にしても、会社内の課題にしても、卒業論文にしても、大抵はですね、現状を上向かせる方法について問われます。その場合、先ほど説明した3つのポイントがしっかり抑えられていると説得力がぐっと高まります。では続けて、2、言い回しの引き出しについても考えていきます。なぜ言い回しの引き出しが必要かというと、蓄えた知識を的確に表現するためです。地球温暖化の原因、地球温暖化の悪影響、地球温暖化の解決策を知っていたとしても、それを表現する術を持ち合わせていなければ本末転倒です。あなたも一度は言いたいことのイメージはあるんだけど、うまく言葉にできないというモヤモヤを経験したことがあると思います。では、こうならないために言い回しの引き出しを増やすには何をすればいいのか。解決策はシンプルで、言い回しのパターンを淡々と蓄積していくことです。どんなジャンルにも言えますが、やはりこういったスキルアップにはですね、地道な積み重ねが不可欠です。なお、言い回しのパターンについてまとめた動画がありますので、ぜひそちらも参考にしてください。こちらの動画も URL は概要欄に貼っておきます。なお、この動画では特に重要な言い回しだけに厳選していますので、かなり有効になると思います。また、真似するだけで文章がうまいと思われる言葉を一冊にまとめてみたという本があるのですが、これを読むのもおすすめです。豊富な言い回しが収録されていますので、言語化に自信がない方はぜひ読んでみてください。伝えたい思いを明確にしていないから。では3つ目の原因である、伝えたいことを明確にしていないからを確認していきましょう。文章には必ず何かしらの伝えたい思いがありますよね。今回の動画で言えば、僕は文章を書けなくて困っている人に対して原因を取り除く方法を伝えたいという思いを持ちつつ動画を作成しています。今回の動画は長さがまあまああるのですが、この思いが根底にあるからこそ一貫性のある内容に仕上げられています。例えばラブレターであれば、好きという思いを伝えるために書きますよね。その思いが根底にあることで、なぜあなたを好きになったのか、好きという思いを踏まえて今後あなたとどういう関係になりたいのかという感じでですね、書くべき事柄が湧いてくるものです。したがって文章を書く前にはですね、必ず伝えたい思いを明確にしてください。言い換えれば、なぜその文章を書くのかという目的を明確にしてください。この事前準備があるのとないのでは、文章の一貫性に天と地ほどの差が出ると思ってください。はい、今回はなぜあなたは文章が書けないかというテーマを踏まえて、以下3つの原因について解説しました。構成を考えていないから、引き出しが足りていないから、伝えたい思いを明確にしていないから。
なお、これら3つの原因を通じて強調しておきたいことがあります。それは、書くという行為は事前準備で良し悪しが決まるということです。まあ、これはどんな事柄にも言えることだと思います。やはり何でもそうなんですけど、準備なしに結果を出すことはできませんよね。本番当日に全力を出すことが重要なのではなくて、本番までの日々をどれだけ準備に充てられるかで結果が決まります。もちろん準備はめんどくさいです。故に多くの人が準備を怠ります。ただだからこそ準備をした人は相対的に見て強いと言えるのです。ぜひこの当たり前の事実を再確認した上で日々の準備に全力を尽くしていただければと思います。はい、これで今回の動画は以上となります。最後までご視聴いただきありがとうございました。